新東名高速道路新東名高速道路のトンネルと橋新東名高速道路のトンネルと橋は新東名高速道路にあるトンネルと橋についてまとめたページである。新藤川橋は新東名高速道路新藤 IC 新清水インターチェンジ間にある日本初の鋼コンクリート複合アーチ橋2004年土木学会田中賞を受賞している川トンネルは 静岡県富士市静岡県静岡市清水区、静岡県富士宮市にある新東名高速道路のトンネルである。新東名高速道路新富士 IC 新清水インターチェンジ間にあり、新東名高速道路の中では2番目に長いトンネルである。TBM 動向先進拡幅掘削工法で施行され、最大掘削断面は262平方メートルもの断面積がある。 2012年12月2日午前8時頃に発生した中央道上り線笹子トンネル天井崩落事故を受けてネクスコ中日本は全国にある笹子トンネルと同型のトンネルすべてを緊急点検すると発表した藤川トンネルもこれに該当し3日から順次点検が行われた芝川高架橋は新東名高速道路新富士 IC 新清水 インターチェンジ間にかかる橋梁である。平均車道45度の休憩車地の上空を通過させるために作られた高架橋で最大橋脚口は83メートル。これは新東名高速道路で最も高い橋脚である。2003年の土木学会、田中賞2006年の土木学会デザイン賞を受賞した。和田島トンネルは静岡県静岡市清水区にある。 新東名高速道路のトンネルである。新東名高速道路清水 PA 新清水ジャンクション間にある。テレビドラマ、コードブルー、ドクターヘリ緊急救命マイナスの撮影が行われていた。イサヌのトンネルは、静岡県静岡市清水区、青い区にある、新東名高速道路のトンネルである。新東名高速道路新清水ジャンクション新静岡、インターチェンジ間にある。 内巻高架橋は、静岡県静岡市青区内北の新東名高速道路にかかる橋梁である。新東名高速道路の新静岡インターチェンジ、静岡 SAA、シック間にある。芝川高架橋と同じく、ストラット付け PC 箱桁という国内で前例のない構造形式が採用されている。これは、プレキャスト PC 箱桁の両側に、張り出し商番を、 現場打ちし、ストラットと呼ばれる斜めの支柱を等間隔に配して、支持部材とすることでシュゲタの断面を小さくすることで、上部構造の軽量化を図り、シュゲタを乗せる橋脚とその基礎のスリム化を目指したものである。2006年度土木学会、田中賞を受賞している。周囲は、静岡茶の茶畑が広がっているところである。わらし橋は新東名高速道路新静岡。 インターチェンジ静岡 SAA、シックカにある橋梁。新東名高速道路の下層に指導が併設される二層構造となっている。二層構造を実現するために採用された逆台形型の橋脚が特徴である。幸福員に対応するために流し管の PC 商板が計画されたが、現場施行による長子管の PC 商板は国内で施行されたことがなかった。このため、 フェム解析や実物体の模型を用いた実験を通して検証を行いながら独自の断面形状や設計手法が開発された。2003年に土木学会田中賞を受賞。桂島高架橋は静岡県藤枝市岡部町、桂島の新東名高速道路に架かる橋梁である。新東名高速道路静岡 s a ク藤枝岡部 IC 館にある。 世界初のリブストラット付き波形広範ウェブ橋で2005年に土木学会田中賞を受賞している。新大井川橋は新東名高速道路藤枝パーキングエリア島高金谷インターチェンジ間にある。賞は大井川橋。2009年8月11日に発生した駿河湾地震で東名高速道路の一部区間が通行止めになったことから 回路の渋滞緩和のために、8月15日午前9時午後4時まで、大井川橋の上り線約 1.3km を緊急供用した。建設中のため、普通車、小型車のみの通行で、制限速度は時速 20km であった。川ヶ岳トンネルは、静岡県島田市から同県掛川市に至る、新東名高速道路のトンネルである。開通前の箇所は、 金谷トンネルであった。新東名高速道路、島田金谷インターチェンジ掛川パーキングエリア間の、島田市と掛川市の市境にある淡が竹を貫いており、新東名の中で最も長いトンネルである。上下線別に、各三車線分の大断面が掘削され、その掘削量は、日本国内で、最大級である。また、2007年度の土木学会技術賞を、 受賞している。1999年、トンネルの工事中に出水が発生した。その後、2000年5月に、周囲の用水や水道で断水が発生した。地区住民は工事と断水の関係性を、日本道路公団に訴え、ついに、トンネル内の止水及び、影響を受けた菜園へ飲水する、保証的措置を受けた。しかし飲水設備は、十分に機能せず、 これが一因となって廃業した農家に対して中日本高速道路は2018年に金銭的な保障を行った。また、付近にある観光名所の松葉の滝でも水量減少が目立った。トンネル内の止水などで水量は3割ほど回復したが、地区住民と市は完全回復を要望している。これに対して中日本高速道路は国の指針などに基づいて、 経済的な損害が発生していないため、対策できないとしている。新天竜川橋は、新東名高速道路演習森町 PA、浜松浜北インターチェンジ間にある。仮称は、天竜川橋。戸田川橋は、静岡県浜松市浜北区静岡県浜松市北区の戸田川に架か,かる橋梁である。新東名高速道路浜松サービスエリア、 浜松稲佐ジャンクション間にある。静岡県浜松市浜北区4大地静岡県浜松市北区と多摩地間に流れると田川の急峻な渓谷にかけられた PC2 景館連続エクストラドーズと橋で中央に高さ56.4メートルの橋脚とその上につながる首都が上下線を挟み込むように3基並び立ち着色ケーブルを用いた謝罪とともに 周囲の稜線や深い渓谷に調和したデザインとなっている。周囲にはままつフルーツパークや滝沢キャンプ場などがあることから、景観へ配慮した地域のランドマークとなるべく設計された。東海地震の発生が想定される地震防災対策強化地域に立地することから、交代申請も要求され、指向性、経済性等も総合的に考慮して、 上記の公共客と主塔に交換及び、PC 港寄り線の螺旋きによる交換、コンクリート複合構造を採用している。バランスをとって、両側平行に張り出し仮設した張り出し長は96.5メートルに及び、PC エクストラドーズド橋としては、国内最大となった。2000年度に土木学会、田中賞を受賞している。 新東名高速道路の静岡県内の橋梁の中では最初に竣工した。橋梁開始は御殿場 JGT 浜松稲佐ジャンクション間が開通した2012年4月14日であったため、竣工から11年の歳月を経て開通した。山切れ第一高架橋は静岡県静岡市清水区の新東名高速道路、清水連絡路にかかる橋梁である。は 山切れ一号高架橋。新東名高速道路清水連絡路清水。JCT 清水原インターチェンジ間にある。2007年度に山切れ一号高架橋として土木学会田中賞を受賞している。なお、元橋が立地する場所は連絡路であるため、新東名の本線と比較すると道路規格が低くなっている。ありがとうございます。